こんにちは、ゆうりです。さあ、今回はマーベルコラボの星7最強武器トップ5。やっとお盆終わってお家帰ってきました。これから毎日動画投稿頑張ります。では行こう。1体目はウルバリン武器でございます。スキム1つに3ターン属性吸収無効3ターンヘイストはパズドラ史上初の組み合わせで、今まさに来ているマーベルコラボの高難易度ダンジョンコズミックコロシアムでも大活躍中です。では続いて2体目はキャプテンアメリカ武器でございます。覚醒が3色強化にチーム HP が2つ、さらにスキルが3ターン激減に指回復力3倍延波が15ターンで打つことができます。このキャラは特に高難易度ダンジョンの攻略に向いているキャラクターで、裏多次元など敵の大ダメージをスキルで耐久しつつ、さらにチーム HP を盛り、さらに火力も盛ることができるというとにかく盛りだくさんの武器でございます。この武器1体で本当にできることが多い性能をしているので、ぜひチェックをしておきましょう。では続いて3体目はサノス武器でございます。覚醒がスキブに神キラーに7コンボ強化ととにかく火力に特化した武器で、今後来る超重力ダンジョンにも期待できるキャラクターとなっております。サノスに関してはこの武器もそうなんですが、3種類目の武器も非常に強いので、前回挙げた4次元の最新周回パーティーの代用としても使えるキャラクターとなっております。4次元の動画については代用の質問をいくつかいただいておりますので、近日中に必ず動画公開はするんですけれども、前回動画内って言った代用キャラ持ってないよって方はサノス1体持っておくことをおすすめします。僕もこのキャラ活用しながら4次元動画またアップしたいなと思います。では続いて4体目はマグニート武器でございます。バインド耐性にチーム HP が3つ、さらに激減スキルはパズドラ史上初の組み合わせで、高難易度ダンジョンの攻略向けの性能となっております。現環境自身のパーティーのチーム HP をいかに盛れるかが重要で、マグニートはチーム HP を3つも盛りながら敵のダメージを激減し、さらに自身の攻撃に3倍延波を加え攻撃できるなど、例えば多次元といったボスの攻撃を受けながら敵にダメージを与えていくような高難易度ダンジョンの攻略に向いています。マグニートに関しては全形態どれも強いので、またマーベルコラボの高感情解説確保数解説の動画もアップするので、またチェックしてもらえたら嬉しいです。さあ続いて5体目はアイアンマン武器でございます。スキブ2ヘイストにチーム HP が2つ、雲耐性に加え、さらにリーダースケットが2ターンの間4倍ととにかく汎用性に優れたキャラクターでございます。チーム HP を盛れるスキブ2ヘイスト武器は結構種類があるんですが、中でもアイアンマンは10連武器よりもチーム HP を1つ多く盛ることができたり、パーティー構成のバランス上、操作浮化耐性よりも雲耐性が欲しい時はメビウス武器よりもアイアンマン武器が採用されたりと、選択肢の幅が広がる使い分けができるキャラクターとなっております。アイアンマンを引けた人はぜひこの武器もチェックしておきましょう。ということでここまでがマーベルコラボの星7おすすめ武器5体なのですが、マーベルコラボ非常に強い武器が多いので、ここからは番外編ということで強いおすすめ武器を紹介していきます。デッドプール、スキブ4ヘイストの雲耐性はさすがに強い。中難易度ダンジョンの初手変身促進に使われたりしております。2体目はロケット&グルート。スキブバインド耐性の4ターン遅延武器はパズドラ史上初めて、キレスパが流行った時は替えの効かないキャラクターとして飛躍する可能性があります。3体目はペニーパーカー武器。チーム回復強化が3つにダメージ無効貫通スキルということで、鋭い人は気づいてるかと思いますが、そうです、前回挙げた4次元動画のトガヒミコの代用にもなりうるキャラクターです。また代用解説の動画を近々アップしていきますので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。もうお盆も終わって動画を作れる環境に戻ってこれたので、これから毎日パズラの動画を上げていきます。マーベルにワンピースなどこれからワクワクするイベントが目白押しなので、僕もランキング動画や性能解説動画など作りたい動画がすごくあるので、ぜひユーリのパズラグランプリチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。動画投稿頑張ってください、応援してますとコメントくださったアンズ13、短くてわかりやすいとコメントくださった鈴木ゆうきさんもありがとうございます。嬉しいコメントが多いのですごく励みになります。では次の動画もお楽しみに。